どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。緊急速報びっくりしました、こういう動画があるってこともそもそも知らなかったんですが、視聴者さん言えた、お知らせいただきまして、ちょっとびっくりしたんですが、皆さんねチェックしてる方もいらっしゃると思うんですが、マッシュアップっていうね、いわゆるマッシュアップっていうのは、2つ以上の曲をね、2つ以上の曲、片方は、ボーカル、それから片方は、伴奏を使って、あたかもねもともとあった曲かのようにアレンジしていくっていう、そういう、手法というかな、マッシュアップっていうんですが、藤井風さんのね実は3年前に1日だけ限定で公開された、マッシュアップ、M フローさんの、Come Again、 これの伴奏、その中に、Call Me Maybe、 Call Me Maybe、 これは、M フローさんの曲、それから Shape of You、 おなじみのねエド・シーランさんの Shape of You、 それから、ニッキー・ミナージュさんのスーパーベース、要は全部4曲ね、この4曲を使ったマッシュアップっていう、手法で、藤井風さんがこれすごいですよ、これ本当すごいと思うんですが、デビュー前ですよねこれ、選曲してカバーして、ね、1曲1曲カバーして、しかもこのアレンジまでして、これはもうプロの仕事ですよね。これをもう3年前にやってるっていうのがもうちょっと僕ねもうショック、もうしかも見ました皆さん、今日概要欄に貼ってるんで、もしまだ見てない方なんかね、どうなんですかね、その最初に出た時は1日限定だったんで、今回どうなのか、今回ももし限定配信ならば早く見てください皆さんね、もうこの動画なんとすぐね、すぐ概要欄からチェックしてほしいんですが、ちょっとびっくりしました、歌ってアレンジしてね、しかも踊って、もうやばいです、これね鳥肌もんです、レベルが高すぎる。そしてね岡山里庄町の、町、あの町でこんなレベル高いことやってるのがもうちょっと違和感だらけなんですよ。もうちょっともうズワッとして、ね、ニューヨークの町とかでやってるならまだいいですよ、ロンドンとかパリとか、そういう本当ね、もうみんなが知ってるような街でやってたらね超クールなんですが、もうなんでしょうね、岡山のあのね街で、しかもご実家のね、ご実家のみっちゃんのあの映像、あの中で藤井風さんがちょっとねわちゃわちゃ , 笑顔で、作品ね作ってるっていうこのシーンがねまたいいです。大ファンの方は絶対見た方がいいんで、今回は限定配信じゃないかもしれませんが、ひょっとしたらね限定配信なのかもしれないんで、なんかね彼からの、素敵なプレゼントねいただいたような気分で、僕ねもう何回も見ました、もうね3回も4回も見ちゃったんですが、めちゃくちゃかっこいいし、いやーもうこれはもうねちょっとレベルが高すぎて本当にびっくりしてます、めちゃくちゃ、大興奮しました。しかもね僕この M フローさんの曲2曲ともリアルタイムで聴いてました。なんだったら、もうあれです、着メロンしました。 M フローさんねもう大好きで、もう車の中も M フロー、家帰っても M フローね、もうご飯の後は何フローちょっと分かんないですか、すいません滑りそうだったんでやめました、すいませんとね、もうそれぐらいめちゃくちゃ聴いてました。なので、僕43歳、藤井風さん24歳、19歳年が離れてますから、21、22ぐらいだったと思います。M フローバリバリ聴いてたのが、彼は当時1歳か2歳です。なので、ね、もうそんな曲を、もうね、当時聴いてた僕ら、もう納得、もうね、お手上げ状態、そんなレベルの高いマッシュアップ。これはすごいと思います。これ世界中のね、いろんな人に見せたい。多分、海外でも通用しますよ、これ。間違いなくやばいです。着てる服がねいいですよね、着てる服がちょっと、ちょっとなんていうかなローカルな感じ、あれもまたいいです、藤井風さんらしくてねいいです。もう
かっこつけてない、かっこ ついてないのがかっこいいというか、もう彼がやるとね、もうとにかくレベルが高いんで、もう全てが様になってます。でかっこいい、めちゃくちゃかっこいいです。ぜひおすすめです。あの M フローね、当時聞いてたって方もあのちょっとゾワッとします。やばい、めちゃくちゃかっこいいんで概要欄にね貼ってますんで、藤井風さんの M フローカムアゲンマッシュアップやばいです。緊急、僕も緊急でちょっとね違うお話を今日しようと思ってたんですが、これはもういても立ってもいられなくなって、そしてねあの情報をキャッチする場所が、まあこのね僕の、まあ、藤井風さん以外の場所で、藤井風さんの情報をキャッチする僕のチャンネルね主にしてくれてる方だと、まあ、このね僕が配信することですぐキャッチしていただけるんじゃないかなと思いまして、ちょっと緊急で、動画回しております。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。難しいんですよ本当に、21本当これぐらいの時です。僕はどうでもいいんですけどね、こんなもん ねすごい、やっぱね、あの3年も前からこんなことやってたんですね。自分で決めて自分でねこういうアレンジまでできてた、パフォーマンスも自分でねできてた、すごいね、やっぱなるべくしてなった人ですね。本当ししゃもの宮崎さん、ジュッツさん、本当にねありがとうございます。本当に今日本当に改めてね感謝しました。はい、ついに始まります、ヒートヘルペーパーアリーナツアー代々木第1日目、明日からスタートです。1日空けて2日連続であるんですが、初めて藤井風さん見ますよって方もねたくさんいらっしゃると思いますんで、ぜひね燃えてきてください。のっけからかっこいいですよ、登場シーンからやばいです。あのわーってなれる人とうーってなれる人といると思いますが、まあ、それぞれ、ね、皆さん感じ方があると思うんで、しっかり味わってください。とにかくね、感動します。すごくいいです。いい時間なんで、しっかり浴びて、堪能してね、しっかり味わって帰ってきてほしいなと思います。インスタグラム、いつもね、言ってますが、概要欄に貼ってますんで、結構ね、今から行ってきますっていうメールも結構来ます。帰ってきましたっていうのも来ます。し、ね、これでこんなグッズ買いましたっていうメッセージもね、たくさんたくさん。いただいてます。本当ね、僕もね、豊かな時間をね、過ごさせてもらってますので、誰かに言いたいけど誰も言わずに行くんですって方もね、いるんで、そういう方ぜひね、インスタグラムフォローしていただいて、ダイレクトメールね、利用してください。必ず目を通してお返事返しますんで、よろしくお願いします。ぜひ、まあ楽しいことはね、みんなでシェアした方がワクワク。それから、ここね、彼の音楽はここに残りますんで。皆さんでね、この余韻をね、みんなでシェアできたらなと思います。まあね、この僕のチャンネル、そういう場所なんで、よろしくお願いします。それからね、いつもコメント、グッドボタン、本当にありがとうございます。僕ね、あれがあるから、続いてます。本当にありがとうございます。お返事ね、返せる間は返します。ね、もうすごくね、僕有名になって、人数が増えてもう、ね、返事返せないなっていう日がね来るかもしれないんで、来ないかもしれませんが、そうなったら本当に返せない日が来るんで、今ね僕は今返せます。全然まだまだ全然時間あるんで、ぜひねコメントください。時間かかるかもしれませんが、必ず目を通してお返事ねしますんで、よろしくお願いします。本当にいつもねありがとうございます。ということで、今回のねこの藤井風さんからのプレゼント、M フローの、カムアゲインを使ったマッシュアップ、めちゃくちゃかっこいいです。ぜひ概要欄からこの後すぐねチェックしてください。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。次の動画でお会いしましょう。